もうね、一遍来たような感じしたらね、Google で見たから来た、こや言うてね、言ったんやけど、Google で見てたんですわ。全く同じ、ね、Google と全く一緒でした。ここね、はい。どうなってんだ、これは。ちょっと入ってみましょう。これえら斜めになってるけど、どういうこっちゃこれ。天井線が斜めだということだろう。落ち込んだんだこれ。そういうことやろな。はい、ちょっと入ってみよう。ここから入れるかね。もう上がろう。ああ、落ち込んだね、これが。落ち込んどるからや。わ、広っ。おあら、広ですわ。両袖敷き。はい。これは大きいね、これ。高さ。3メーターぐらいある。3メーター以上あるね、これ。はい。これはこれ大きいですわ。石棺はないか、ないか。ないやな。これは大きい。これもやっぱりね、これだけの作りすると、これはやっぱり普通の人じゃないぞ、これ。ねえ、ただの構造だけじゃないね。おお、さすがすごい。これ良かった。今日の中で一番良かったんじゃろうか。あれが入れんかったからな。赤坂天皇壇古墳がちょっと入れんかったからな。もう、むしりいっぱい噛まれて。わあ、これすごいね。これはすごいわ、これ。高さがね、これ4メーター、5メーターまでないか。4メーター以上あるね、これ。ありがとうございます。ここ来るのに噂しておったんだけどね。これ履いてすぐこんなんですから。履いてもうすごいこと明るいから、天井石が落ちて。これ落ちたんだろうな、この天井石これ。どうなんだろうね。入り口と中見ると全然違うんでびっくりしますね、これね。ものすごい広いですから。こう見るとものすごい狭く感じないけど、中入ると大変なことになってます。はい、ありがとうございました。もう一遍、天井がどれぐらいあるぜ。高さ4メーターね。高さ4メーター、はい。谷食い古墳って読むんかね、これね。はい、ありがとうございました。はい、今日は、ほとんどね、見てないことばかりやったけど、時間かかるので探すしね。はい、ありがとうございました。探すだけで時間かかってるからね。これなんだ、怖かったら。何があんの、これ。まあ、気になるね、上がってみようか。あれ？お家があんの、これ。ああ、神社があったんだ。びっくりした。普通の民家と思って。そこの横がね、古墳になっててね。そこのマウンドがそういうことかね。はい、ありがとうございました。これ入られないな。入れませんか。こっちが本堂でございましたか。これ、この道走ったことあるぞ、これ。この道走ったことあるね。これ、どこから来るんかね。これ、走ったことあるね、これ。覚えてるわ。あ、二条なんか目の前に二条が見えるしね。車どこ止めたんだ分からんなったかね。こう、勘違いしたかね。よく似とるね。さて車どこ止めたんだろう。わからんがね。いや、なんか勘違いしてんのかもしれんな。ワンコエラ吠えとるけど、大和桜井。あ、これグーグルで見たのと一緒だ。どっから見たんかな。こっからね、
こう見て、ああ石は全く。でこうやわ、ずーっと行ってね、はい帰ってこれましたけどね。はい、ありがとうございました。たった2コビ5分でございました。ありがとうございました。